どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ、このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレで皆さんの大好きな曲どんどん弾けるようになるよということで、日々簡単レッスン動画公開しております。今日もモリモリやっていきますよ。今日取り上げたい曲はこちらの曲、ドン、悲しみは雪のように、浜田省吾さんのもう名曲です。誰もがうおー、歌いましょう、熱唱しましょう。もうこの曲はですね、もうあのドラマ、愛という名のもとに主題歌でございます。はい。この超名曲ですから、ガズレレ YouTube チャンネルでもかつて一回取り上げております。2018年になりますから、8、9、10、11、12、13、10、もう7年くらい、7年、8年くらい前の、アレンジになってますからね、やっぱ今回かなりパワーアップして、2024年改訂版でお届けしたいと思います。ハイパー改訂版、かなりね、マニアックに攻めてますからね。はい。さらに分かりやすく、さらにかっこよく、さらに簡単になって再登場です。やっていきましょう。さあ、本日は G ラボのブラックビューティーモデルのウクレレと、シンプル簡単バージョンではこっちの初めてウクレレを使ってレッスンスタートしていきます。ただいまこの初めてウクレレ、Amazon で即ゲットできるようになっております。Amazon に行ってもらって、初めてウクレレとちょっと検索してみてください。出てきますからね。はい。ぜひよろしくお願いします。はい。そしてこの本、予約がスタートになっております。ガズがめちゃめちゃいいこと言っている。もうね、本当に珠玉のいい曲、いい言葉が詰まってる、あのエッセイ集、ご機嫌ガズレレデイズ、略して GGD、大好評発売、予約受付中でございます。主婦の友社から4月26日発売、めちゃくちゃいい本になってますから、予約ぜひともお願いします。概要欄に詳細貼っておきます。さあ、レッスン入っていきましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしている超シンプル簡単バージョンをゆっくりやります。後半はかっこいいバージョンです。かっこいいバージョンは今回かなりこだわり要素が強まっておりますですね。マニアックに攻めております。お楽しみにしておいてください。2バージョンぜひとも最後までご覧になってください。さあ、まずはひとまずは音楽をまず始めましょう。あ、今のところでちょっとお勉強するだけでですね、これから自分でどんどん大好きな曲生み出せるようになるわけですから、今まで聴いていたものが今度は自分でプレイする。これは素晴らしいですよ。ぜひ、ガズレレで音楽始めてください。さあ、レッスン入っていきましょう。悲しみは雪のように、浜田省吾さんの名曲。まずはシンプル簡単バージョン、ゆっくりとやってみる。1、2、3、4。Whoa.
橋宮由紀のように浜田翔吾さんの名曲やってみた。めちゃくちゃいいです。誰もがウォーウォー、もうこのウォーウォー歌いたい。これはぜひ皆さん、行きましょう。今日ね、今撮ってるこの部屋のこっちを見るとね、雪が見えてるんですね。昨日雪が降りましたから、いやそれを見ながらですね、これをこうしみじみ深々とこうね歌う気持ちがいいですよ。ぜひ皆さん取り組んでいってください。さあ今のね、ガズレレ簡単アレンジ、見ていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジになっております。主に1番をやって、本来2番があるところ2番をねちょっとカットさせていただいて、ブリッジパート、君の夢、時の中でここがいいですね、ここに行って最後、もう最後のサビに行ったよということになっております。これフルコーラスでやってみたいなという方、まずはこのガズレレバージョンで練習してもらって、これね1番のコード進行を書いていくと、2番も一緒ですから、2番の歌詞を書き加えてオリジナルの楽譜とか作って、いずれねフルコーラスやってみていただければというふうに思うんですけど、まずはガズレレバージョンで練習してみてください。ガズレレの動画には歌詞とコードが出てますから、それ見ながらウクレレでどんどん練習してもらって、1個目のゴール設定としては、今やったガズさんの簡単バージョンのガズさんと一緒に合わせてできるようになったら素晴らしいと思います。まずここも目指してやってみてください。でもこれシンプルですごく歌いやすくて、コードもね難しいコード出てこないのでですね、結構いけると思います。はい、ひとまずはこうどんどんまず歌って楽しく、これをやってください。で、一緒にできるようになったよという方、おめでとうございます。次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube 一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなというふうに思うんですけど、とはいえ最初から歌詞とコードを全部丸暗記するのはやっぱり大変でしょうから、まず最初はやっぱり楽譜練習がいいと思うんですよね。楽譜を見て、まず最初はもう何回も見てこうね練習するんですけど、いずれは覚えちゃって、アンプって言うんですけど覚えちゃって、それこそ雪景色を見ながらね、遠くの山々を見ながらこの曲を歌うとか最高ですからね、やっていただきたいと思うんですけど、わとは言ったって楽譜って一体どこにあんのよという声が聞こえてきそうですけど、安心してください。今の演奏はですね、ガズさんが手書きで書いたこのノート楽譜見てください。はい、40冊目に突入でございます。ドン40だぞ、40冊目すごいことになっております。はい、ここに書いてあるガズさんのこの手書きのこのこれ、はい、2024年改訂版、はい、これを見ながら今演奏していきましたと。これもうちょっとしたらこんな風に画面に映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、ただいまねめちゃくちゃいいサービスが始まっています。ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な山のようなね楽譜のストック、手書き楽譜のストックの中から毎月5曲、皆さんがこの曲やってみたい、これ曲いいな、私チャレンジしてみたいみたいな感じでお選びいただいて、お手元にですねデジタルデータで、すぐにですね、ダウンロードできてご活用いただけるという素晴らしい画期的なサービスがスタートしております。で、このガズクラブなんですけどね、楽譜のダウンロード以外にもねいろいろあります。毎月2回ガズクラブメンバーがもう世界中からのね参加があるんでね、大セッション大会、毎月2回やってるガズオン、これめちゃくちゃ楽しいんですよ。ぜひこれもね盛り上がりますからね、これも体験していただきたいのと、メンバーの方だけが参加できる Facebook の非公開グループで皆さんの演奏動画をアップロードして、みんなでワイワイ楽しくやってるようなところがあったりと、なかなか楽しいクラブ活動になっております。ガズクラブぜひチェックよろしくお願いします。そしてこれとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学というのもやってます。こちら大学ですからちょっとハイレベルですよ。こちら YouTube メンバーシッププログラムというやつを使っていまして、毎月590円の学校代をいただいてですね、毎週2回ライブ配信による濃厚講義でございます。こっちはですね大学ですから、皆さんちょっとねレベル高いですよ。入ってくださる方、きっと16ビートとかカッティングの練習とかして、それができそうでできないみたいなぐらいを練習してくださる方々、すごくいい感じになるんじゃないかなというふうに思います。課題曲設定して深掘り、チャットでもその場でいろいろやり取りしながら進めていっております。で、あとね、毎朝7時半からラジオ配信してます。ガズラジといってスタンド FM という無料アプリ、ラジオアプリと、あとガズラジという別の YouTube チャンネルがあります。毎朝7時半から365日ガズの面白いラジオ配信、ウクレレのこととかいろんなことぜひチェックしてみてください。今言ったこの3つのことを概要欄に貼ってあるんでチェックしてみてくださいね。それでは、楽譜を見ていきましょう。悲しみや雪のように浜田翔吾さんのもう名曲でございます。2024年改訂版をお届けしております。さあ今回、2024年バージョン、この部分がね新たに加わったの、ここ印象的です。テレレレテレレレレレっていうやつ、ここかける2ですからね。これ2回繰り返してこっちのリズムに入っていくと。はい、で今日の楽譜の特徴はワンブロック結構ちっちゃいことになってますから、そこのね確認、1234123412、はい、ここがちょっとキーポイントになっています。
そしていつものことですけど、下にこんな風にくるっと囲ってあるコードはかっこいいバージョンで出てくるコード、上のコードは簡単バージョンでやりましたと。あとこういうところにもね、こう矢印マークがついていて、このツタタタとかね、ここにもね、こうツタタタとかこの書いてあるんですね。こういうのね、かっこいいバージョンでの指令になっておりますから、はい、ひとまずそんなようなご案内で、これを写していきますので、お時間ある方はこの通りに書いていただくのがいいと思いますが、今紹介させてもらったこのガズクラブに入っていただいて、今写ってるこの手書きのノート楽譜のデジタルデータを皆さんのお手元にダウンロードしてご活用していただくのもめちゃくちゃ有効です。ガズのノートの特徴をちょっとお伝えすると、この歌詞の前にこれ V マークとかついてるじゃないですか。これ何かというとね、言葉のタイミングが分かるようになってるんですよ。ちょっとやってみましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー、うん、君の肩に悲しみが、はい、これ分かる？ 1,2,3,4、 うん、君の肩に悲しみが、 1,2,3,4、 うん、みたいな、これが休符なんですね。これでこの伸ばすときにタイミングが変わるよということで、これがめちゃくちゃリズムのガイドになります。ってことはこれ見てもらうと分かるけど、今日言葉のね、リズムはかなり裏ですね。この V の字が多いってことは、間に言葉が伸びていくということなんで、そういう裏拍で歌われている曲だというのがよく分かりますね。そして、歌詞カードには書いてないこの歌詞の伸ばすところ、これがめちゃくちゃ参考になるし、このワンブロックに対しての歌詞の位置関係でもね、すごくヒントが多いということで、ガズノートはね、めちゃくちゃ参考になるヒントが満載なノートになってる。ぜひガズクラブに入っていただいて、このノートのね、デジタルデータダウンロードもご活用いただければというふうに思いますが、お時間ある方はこんな感じで書いていってください。はい、まずイントロから A メロ B メロ、いいですか、一時停止で、はい、そしてここサビですね。誰もが最高でございます。はい、そしてここサビがここ2行あるんですけれども、はい、ここもかっこいいバージョン、結構ここ A シャープというコードが使われて、かっこいい矢印マークシンコペーションになって、ツタタタとか、これも後で解説していきます。かっこいいバージョンだよね。でこのブリッジパート、君の夢のところなんですけど、ここ見てもらうと、ここ決めって書いてあります。これね、ここ結構今回かっこいいバージョン、かなりなんていうの、深いアレンジになってますよ。で、ここは F メジャー7というコードにこの F2 つが置き換わってますからね。ここちょっとね、決めとこれが一緒だったんで、こんなように書いてありますけど。まあ、これはかっこいいバージョンでじっくり解説していくんで、お楽しみにしておいてください。はい、ここの行が結構奥深いかなと思います。はい、そしてまた最後のサビいきますね。最後のサビいって、最後、悲しみが、雪のように積もる夜にって言って、最後のイントロのちょっと印象的なフレーズをやって終わると。こんなようなアレンジになっております。おい、じゃあ出てくるコードを見ていきましょう。赤く囲ってるコードはかっこいいバージョンで出てくるコードなのに、ひとまず隠しておきます。簡単バージョンはコード7個でした。言っていきます。C、Am、F、Dm、G7、E7、Em7。はい。今映ってるこの7個は、もう初心者様でもすぐできる簡単コードなんですけど、今日かっこいいバージョンで一瞬 D7 も出てきます。この D7 もこっちのメンバーで簡単コードなんで一緒に説明させてもらうと、あ、今映ってるこのね、コードはですね、簡単コードのグループ、これになります。ガズレレ必須コードのグループのメンバーでございます。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、ウクレレで始めたばっかり初心者の方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループ。10個も覚えないといけないのかと思うかもしれないけど、1個ずつ見たら超簡単。だけど、いっぺんにね、ドーンと10個覚えようと思うと、もうごちゃごちゃになるんで頭が。そこで私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうめちゃくちゃいい動画撮ってます。概要欄に URL 貼っとくんで、ガズレレ必須コード10個は覚えちゃってください。はい、そしたらここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思います。この曲はね、歌はすごくね、気持ちよく歌えると思うんで、もうあえてね、ここはもう気持ちよく乗っていきましょうということです。コードがかっこいいバージョンは結構増えております。どんどん解説していきます。さっきも言ったけど D7 が一瞬かっこいいバージョンでも出てくる。これ簡単コードなんでこれ省きますけれども、じゃあどんどんいきましょう。 C、AUG、オーギュメントといえば C、オーギュメントといいます。 C と4弦の1フレット、これがかっこいいんですよ。これ B メロで一瞬出てきます。 C、オーギュメントも出てくるぞ。はい、そしてですね、F メジャー7、これがかっこいい。3弦4弦の5フレットですね。この指で押さえるのをおすすめしてます。響きはいい音。これがね、ブリッジパート出てくるんですよ。この F メジャー7は、この指で押さえるのがおすすめなんですけど、なぜかというと、この曲で言うと次 Em7 なんですけど、この5フレットまでの距離って結構あるから、ピッとこっちに戻るときに、なんか人差し指がちょっと先行してる分だけね、なんかね、気持ちが楽になります。はい。じゃあ次のコードは、あとは A サス4。これも一瞬ですよ。一瞬、Am とその真下。この2個です。こうですね。こことここ、はい、この2個ですね。A サス一瞬です。出てきます。はい、これもブリッジパートで出てきますと。で、次、A シャープです。これ、押さえづらいコードで有名。はい、ここです。1弦1フレット、2弦1フレット、3弦2フレット、4弦3フレット。
こうやって押さえるか、あるいは1フレット全部押さえてちょいちょいか。これ A シャープはですね、ちょっと押さえづらいということで、すごい質問が多いんで、A シャープだけを徹底的に解説している動画を撮ってます。概要欄に A シャープの解説動画貼っとくんで、ぜひマスターしちゃってください。ということで、このコードを使ってかっこいいバージョンをやっていこうというふうに思います。弾き方です。今日出てくるリズムはね、こんな感じです。ドン。8ビートと8ビートのチャ。あと16ビートのチャが決めとして出てくるんですね。これ16ビートのチャっていうよりは決めというイメージなんですけど、ちょっとやっぱりイメージとしては16ビートのチャということでちょっとだけ紹介させていただくんですけど、はい、こんなリズムでやっていこうと思います。今映ってるこのリズムの弾き方は概要欄に貼ってある、ウクレレでできるリズムのいろいろというところの、URL の先にジャンプしてもらうと、今映ってるこのそれぞれ3つの濃厚解説レッスン動画がすでに上がってアップロードされてますんで、動画でぜひ見てもらいたいんですけど、基本的には8ビートのチャ。もうほとんど9割以上は、8ビートのチャで。これ、安定的に弾くのがポイントです。今日早くなりすぎないようにこう。ミドルテンポです。ドン、チャッと、チッと、チャッと。こう、イケイケの元気もりもりみたいな8ビートじゃなくて、ちょっとこう落ち着いた感じのですね、しんしんと雪が降り積もっていく、そんなイメージの8ビートのチャがいいと思います。そして、どんどん、最初この構成の順番でね、説明していきましょう。イントロの最初のところは、8ビート、ちょっと優しめに弾きたいです。ワン、ツー、スリー、フォー、でーでーなでるようにね、8ビート、チャが入るんですね。で、こっから8ビートのチャが入ります。って感じで、イントロのリズムに入っていくと。はい、ここがかっこいいんですよね。はい。で、8ビートちなみに出てくるの、ここだけですから。ここだけ。はい。なんで安心してください。で、ここのイントロの一番最後のところで、ツタタタタって、今日ね、このツタタタタタっていうの結構出てくるんですけど、これはね、まあまあ最初にチャを弾いておいて、チャッタ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 みたいな感じでやるんですけど、ちょっとイントロの最後の方、イントロの後半行きましょうか。Dマイナーから、今の一瞬、チャッタッタッタ。はい。これ F と G7 なんで、G7 のとこだけでツタッタッタってやるという感じですね。このツタッタッタ結構いろいろ出てきますということですね。で、ここから A メロに入ってきます。で、ここからはもうずーっとリズムが速くならないようにどっしりして、ちょっと落ち着いた感じの8ビートのチャで、君を飾り悲しむ。こんな感じで淡々とこう、進んでいきましょう。雪がしんしんと積もるようなイメージを持ってこのリズムを進めていくと。そしてですね、この B メロ孤独で君のカラーアップのところで C オーギュメント、コードとかも変わってきますから、これもちょっと注目していただいて、そのぐらい B メロからやってみましょうか。孤独で君のカラー、今の C オーギュメントかっこよかったでしょ。シンコペーション、スタンダッタ、はい、矢印マーク、これシンコペーションなんでリズムがドーンと突っ込んで入ってきてからのタータタタタってダダダダダって盛り上げてサビに入っていく、グラスを満たさないでから満たさないでスタンダッタ、こんな感じでサビに入っていく。ここがね、気持ちよくこう流れる。だいたいツタタタタっていうイメージのところっていうのは、何か次のね、大きいブロックに行きますよみたいな感じでこうね、なんかこう上に流す感じのイメージです。おかずと言われてますけど、そんな感じで入れていきましょう。で、サビはもうシンプルに、さっきから言ってるようにこう淡々としたリズムがキープされていきますと。で、1回目のサビの一番最後なんですけど、ブリッジパートにもう突入なんですけど、そこのところで、ちょっとエイジアップの決めが入りますね。人の前を気づかずに通り過ぎていく。サビの一番最後の、人の前を気づかずに通り過ぎ、次来るよ、うん、A シャープで、でここで F メジャーセブン、君の夢、今のところここがですね、今日一番モンジュースポイント、ここのサビ1サビの今の A シャープのシンコペーションを弾いてから、ブリッジパート、ここのブリッジパートがもうめちゃくちゃですね、深いです。ちょっと通してやってみましょうか。通り過ぎていくから。あ、人の前を気づかずに通り過ぎ。A シャープシンコペーション。だんだん次いきますよ。君の夢。かっこいいでしょ？時の中で壊れるまで抱きしめる。な
かなかこれ大盛りです。まず A シャープのシンコペーションさっきやったとして、次君の夢時の中で、ここで君の夢の時と時の中でのとこで16ビートのチャの要素が入るんですよ。ちょっとやってみましょうね。ワン F メジャーセブンです。ワンツースリーフォー。君の夢チャッチャッチャッ、わかる？こんな感じ。ダンダダンダダンダチャッカトンチャッとチャッチャッダン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 チャッカトンチャッと壊れるまで。はい、ここも16ビートの要素が急に出てきます。これね、リズムがちょっとノリが変わるんですよ。ドンツダンツドンツドンタツドンタッタッツッタッタ、こんな感じです。そうするとかっこいいんですよ。ここがね、今回かなりこだわったリズムポイントです。だから16ビートのチャが半分っていうか、ジャンデダンデダンダンチャッタ。ここですね。ダンデダンデダンダン。ここからは8ビートのチャです。ここも、ダンデダンデダンダンチャッカ。ここから8ビートのチャ。はい。ここら辺、ちょっと何回も練習。ノリが手首柔らかくよ、16ビートのノリですからね。で、この後の D マイナーからのその後、ワンブロックコード4つで、展開していきます。壊れるまでがゆっくりやります。せーの。壊れるまで、ここ。抱きしめるか。今の D マイナー、A サス4、F、D7。これ一瞬でね、コード4つです。ちょっと押さえづらいコード混ざってるよ。D マイナー、A サス4。でも D マイナーから A サス4は人差し指離すだけだからね。で、その次 F で D7 だから。この A マイナーとかずーっと押さえっぱなし。D マイナー、人差し指離す。そして F 行って D7 ですね。一瞬ゲー。これはすぐできるってます。で、その後 G7 でシンコペーション。ダンダタイが最後のサビに流れてきます。で、この時に、ブリッジパートでリズムが変わったり、キメが入ったり、ワンブロックコード4つになって、いろいろなね、この障害が出てくるんで、慌てちゃって、ここでね、テンポが速くなりがちなんで、まあ、ゆっくりやって最後のサビにこう繋げていくと。この最後のサビは1回目のサビと同じで淡々と、深いリズムですね。焦らずに慌てずにちょっと脱力した感じのビートをキープしていくということですね。で、最後の悲しみがのところやってみましょうか。通り過ぎてく悲しみが雪のここ、つたた積もる夜に、はい。F と G7 でつたたたたたなんですね。これどうやってやるかと、悲しみが雪のように、はい。F から、はい。F の最初でチャをやって、あとはダダダですね。チャッタダダドドドドダン、チャッタンタン。はい。こうやってエンディングいきます。で、最後のエンディングは、スモール夜に、イントロの最初のメロディー。A マイナーで終わって、ジャジャ、こんな感じのなっております。こんな感じのアレンジになっております。いや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 、これはですね、まあポイントとしては、まず1個目はこの雄大でこうしんしんと降り積もっていく雪のような、ちょっとこう安定した脱力感のある8ビートをずっとキープするところ、それがまず基本の第一なんですけど、あとやっぱこのブリッジパートでそれが一気に崩れる感じですね。君の夢、ここでいろんなこの要素があるブリッジパート。ここでですね、乱されないようにというか、ここがやっぱり踏ん張りどころでございます。はい、気持ちよく。でもこれ決まるとね、もうすごく気持ちがいいんで、ぜひトライしてみてください。あとはこの歌詞の持つね、メッセージ、そしてこの曲の持つ、エネルギー、そして覚えてらっしゃる方は、愛という名のもとにというドラマのシーンなんかも覚え浮かべたりとかしながらですね、冬、もう終わりかけですけど、じっくりこう胸に抱いて、心込めて奏でていきましょう。さあ、それではやっていきましょう。浜田翔吾さんの悲しみや雪のように、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー。
は雪のようにガズレレるかっこいいバージョンやってみました。この曲もやっぱりもういいですね。誰もが歌いたくなるこのメロディー、ぜひじっくり楽しんでやってみてください。はい、こちらの本予約お願いします。ガズがめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本 GGD ご機嫌ガズレレデイズ主婦の友社から4月に発売、ただいま大好評予約受付です。ぜひ皆さんよろしくお願いします。お知らせです。はい、こちらの本が、リリースされましたよ。これ大好評でございます。はい、ハンディ版ボリューム1とハンディ版ボリューム2ということですけど、これそれぞれ過去に出していたこっちが1、2、こっちが過去に出して3、4が2冊分がこれそれぞれ200曲収録という話題の本でございます。Amazon 並び書店さん楽器店さんので、今販売しておりますんで、ぜひねチェックしていただきたいと思うんですけど、これ Amazon とか楽天ブックスさんでご購入いただいた方はレビューを書いていただけるとですね、これからまだガズレレ知らない方にすごい参考になると思いますので、ぜひともよろしくお願いします。ガズレレではねアプリがあります。ガズレシピというアプリです。アプリのインストールは無料なんで、皆さんスマホにひとまず入れておいていただいて、お試し楽譜があるんでそこで見てもらっていいなと思ったら、1曲からでもセットでも楽譜、大量の楽譜が購入いただけます。こっちはかっこいいバージョンも載っているデザインされた楽譜なんで、これもかなりご活用いただけますよ。でアプリ内でいろいろ楽譜の管理もできるんですけど、これがなんと本にもなってます。実際のページめくる本にも、これもねアマゾンなどで売ってるんでチェックしてみてください。あとですね、ガズレレではですねもう一個やってるんですよ。これガズピアノ、これ超面白いですよ。ガズピアノという YouTube チャンネル別にあります。これ本も出てますから、リットミュージックから。ガズさんピアノ弾けないのにピアノの先生やってます。そうだから面白いんです。ピアノの常識を覆す、弾き語りに特化したもう世界で唯一の一番簡単なピアノ教室、ウクレレできる方、ガズレレでやってる方だったらもう30分でできるようになりますからね、ぜひやってみてください。あとガズレレではですね、このウクレレストラップとか、このキャップとか T シャツとか、このここに挟んでる水引きとか、もういろんなね可愛いグッズもたくさんやってるんですよ。ガズレレ公式ホームページのこのバナーに行ってもらうとありますからね、見てみてください。ともあれいろんなことやってるんですよ、ガズレレって。はい、このガズレレ .com 公式ホームページ見るといろんな情報が手に入りますんで、この公式ホームページと今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネル、そうあっちこっち見ながらですね、いろんな音楽楽しんでください。もうねガズレレ G ラボではですね、もう課題曲もねもう2000曲以上は多分やってると思うんですよね。もう楽しく音楽聴くからやるに変えていきましょう。もうすでに楽しんでるよという方、この周りの方にこんな面白いことあるよって勧めして教えてあげてください。それでは皆さんまた会いましょう。バイバイ。